ンタルトレーナーのジュンです。今日はですね、この4月の20日にオープンしたばかりのですね、カフェスリープラントさんでちょっと打ち合わせをしています。ここの店とっても快適だったので皆さんにご紹介したいと思います。すごく交通面も良くてですね、これ入り口の看板ですね、カフェスリープラントさん。ちょっと中に入ってみましょう。店内はですね、一般席、こんな感じです。ここフリー Wi-Fi で、ぐるっと回って、はい、カウンター席もありますね。カウンター席もあって、メジャー、これメジャーという漫画好きなんですけど、はい、メジャー、あ、プリンターもあるじゃないですか。これも使えるんですか。プリンターも使える。ラミネーターもありますね。カウンター席でちょっとしたお仕事ができたってありました。という感じで、入れると本も置いてて、すごく雰囲気のいいお店ですね。で、ちょっと奥に行くとですね、またここ変わったスペースがあって、なんかハンモックがありますね。ハンモックで昼寝できるんですか。できます。ハンモックで昼寝ができるそうです。ちょっと外から丸見えかな、あ、丸見えにはなってない、すりガラスがあるんでね。はい、いや、これはいいですね。快適な空間ですね。で、ここ、ここなんですけども、ここは会議室とかできる12畳ぐらいのですね、スペースがあって、ここでちょっといろいろと貸し切ってですね、個室を、ありがとうございます。少しマスターが今開けてくれました。こんな感じで貸し切りでですね、懇親会とかパーティーとかができるというスペースがありますね。で、この白いスクリーンに、プロジェクターで映した画像を映し出して、迫力ある上映会とかもできちゃったりします。ちょっと出ますね。ここがすごいのが何かって、料理がまだ充実しています。料理が充実してますよ。フードメニュー、デザートメニュー、ドリンク、コーヒー、あと本日のおすすめっていうことで、アルコールももちろん繰り返しますけど、アルコールメイク、なんか分かりやすいのが出てました、はい、フリー Wi-Fi あり、貸し切り個室あり、時間1500円、フリーコンセント、印刷機ラミネート機、最高ですね。ちょっとしばらくも学校に通って気に入ったので仕事をしたいと思います。店の雰囲気がとてもいいです。先月の4月20日にオープンしたばかりで、まだまだ穴場でみんなに知られておりません。すごく爽やかな仲のいいご夫婦が2人で経営されていらっしゃいます。はい、何か一言喋りますか。ぜひ来てください。はい、お待ちしてます。はい、ということで皆さん、ここカフェスリープラントから中継をお送りいたしました。ではまた。